彼だけじゃ押し切れないの。このままじゃ。くそ、俺たちさえそっちに行ければ。もういい、もうやめて。エリカ、イーターの侵食はもう止められない。お兄ちゃんたちを連れて逃げて。私の体はもう完全にイーターに取り込まれてしまっている。イーターを倒したところでもう私は。俺たち間に合わなかったってのかよ。だから戻って。イーターの侵食が外の世界に広がることだけは私が何とか防ぐから。たとえこのまま消えてしまうとしてもイーターを外へは出さない。嘘だよ。望んでないはず。だって、私はそんなこと思わないもん。死にたくない、消えたくないって思ったから。だから私と記憶を共有化していたんでしょ。私はエリカ、エリカは私。私の願いはエリカの願いなんだよ。エリカは本当は誰よりもフーディエに帰りたいはずだよ。やりたいことも見てみたいこともまだいっぱいあるはずだよ。全部やろうよ。一緒にデジタルワールドにも行こう。行って冒険しよう。リュウジやチトセやこの子、みんな一緒に。私たち無敵のフーディエだもん。きっとデジタルワールドでも無敵のハッカーチームになれるよ。聞こえたぜ。また壮大な夢持ってたんだな、お嬢。どうするよ、リュウジ。どうもこうもねえ。エリカ、お前に詫びを入れさせてくれ。情けない兄貴で悪かったってな。だが口先だけの謝罪なんかじゃけじめにならねえ。だからこれからはお前のどんなわがままだって聞いてやる。帰ってこい、エリカ。どんな手を使ってでも。デジタルワールドだろうがなんだろうが、どこへだって連れて行ってやる。マジかよ。簡単に言ってくれるぜ、お兄ちゃんは。でもデジタルワールドで無敵のハッカーチームか。俺たちらしくっていいかもな。俺も賛成だぜ、お嬢。お前はどうだ、リーダー。
か。私はエリカのワンの新しい姿。に負けられない。ふん。メリは沈黙だ。